こんにちは、お久しぶり。はじめまして。アニメ関連の情報をネガティブ寄りにお伝えするこのチャンネルが今回取り上げるのはこちらの作品、魔王2099。本日開催されたアニプレックスオンラインフェスタ2023にて続報が発表されましたが、3月にアニメ化発表がされていた割には続報の内容が少なすぎた印象だ。発表された第2弾のキービジュアルも申し訳程度に作ったような内容だったし、 PV もない。おまけに制作スタッフの発表は制作会社だけで、監督の彼の字もない。 JC スタッフは当たり外れが多い会社なので、今回発表された情報量からすると外れの可能性の方がだいぶ高い。 JC スタッフは近年1年に7作品前後を制作していて、披露作品と捨てる作品の差が激しすぎる制作会社だ。せめて監督が公開されていれさえすればある程度は予想ができそうなものだが、今回ぐらいの規模の大きいイベントですら公開されなかった状況を考えると、まあ多分そういうことなんだろう。しかも公開された第2弾のティザービジュアルの内容も、原作のイラストレーター様に寄せたデザインだったら期待が持てたかもしれないが、アニメ化にあたってビジュアルが劣化しているのは残念なポイントだ。ただし放映時期はまだ発表されていないので、2025年ぐらいの予定であれば情報の小出し具合にもなんとなく納得ができる。個人的には制作が JC スタッフの段階で期待しないでおく方が健全かもしれない。原作は現在3巻まで発刊されているが、2巻から3巻の間が2年以上空いている。原作者様がインタビューされている記事の中でモチベーションや楽といった単語を使っていたので、もしかしたらかなり気持ちに左右されるタイプの先生なのかもしれない。そうなると4巻発売がかなり絶望的な可能性すらある。さらに少年エースプラスで連載中のコミカライズ版もお世辞には良いとは思えない。現在連載中の作品が2度目のコミカライズのようで、1度目に何があったのかはよくわからないが、こちらもこちらで順調に連載されるか不安な作品だ。原作の発刊ペースを考えると、アニメ化だからといってむやみに手を出すのは酷だろう。もちろんアニメ化の出来にはかなり左右されるだろうが、よほどアニメの完成度が高くなければ原作ファンでもない限りゼロ輪切りでも良さそうだ。せめて今回発表された第2弾のティザービジュアルの出来が良ければと思ってしまう。しかしポジティブに考えれば、原作が現在3巻までしかないので入りやすい作品ではあると思う。コミカライズされている漫画も破滅的にしょぼいというわけではないので、今回のアニメ化発表でピンときた方はまず漫画版から入ってはどうだろうか。リンクを概要欄に貼っておくので、気になった方はチェックしてみると新しい出会いになるかもしれませんね。それではまた気になったことがありましたら動画にしようと思います。バイバイ。